こんにちは、こんばんは、市田みなみです。で、今回はベンガルトラを描いてみました。ぜひご覧ください。はい、早速なんですけれども、今回は今までと少し流れを変えてみようということで、下絵になっている部分を塗り絵として使えるようにしてみました。で、私が描くだけではなくて、実際にこの動画を見てくださる皆様にも楽しんでいただきたいなということがあって制作しています。で、こちらのこの下絵なんですけれども、これはダウンロードできるようにしております。ちなみに個人で楽しむ範囲でご利用ください。実際に塗って塗り絵として完成した作品も皆様ご自身の SNS に投稿して楽しんでいただいても全然 OK ですので、ぜひチャレンジしてみていただけたら嬉しいなと思います。で、実際に塗り絵描いたよっていうことで Twitter のダイレクトメッセージでも何でも送っていただければシェアさせていただきたいなと思っておりますので、そちらの方もぜひ共有していただければ嬉しいなと思います。今年もあともう少しで終わりになりますが、寒さに負けず楽しみながら一年を終えられたらなと思います。それでは早速私も実際に塗り絵をしていきたいと思います。今回はですね、こちらの色鉛筆を使用しました。サンフォードというメーカーのカリスマカラーという色鉛筆ですね。来年の干支がですね、虎ということで。じゃあせっかくなら虎描こう。虎の塗り絵から始めようと思ったんですけど。虎めっちゃかっこいい。本当に。で、今回この塗り絵を iPad で作ったんですけど、ケント紙に印刷して、サンフォードの油性色鉛筆カリスマカラーで色をつけているんですが、黒い部分、もともと黒い部分を青色で塗ってから、その上からまた色をつけている状態なんですけど、青色塗ってからだと毛のね、黄色色っぽい色がね、映えるかなっていうことで塗ってます。黒い毛っていうのは青びかりしたりもしますのでね、ぜひやってみてほしいなと思う方法です。結構ベタ塗りをするというよりはね、毛を描いていくようなイメージが一番いいのかなって思います。そうするとまあふわふわっとした感じのね、毛の表現ができるので、しっかり描いてる感も出ますしね。鼻のあたりとかね、目の付近とかね、しっかり描き込んでいます。そうすることによって、こう前にこうググッとこう出てくるような印象っていうのが与えられるかなっていうのでね、描いてます。しかしまあ、このサンフォードの色鉛筆、すごく使いやすくて、超おすすめです。私が使った中で一番好きです。柔らかさと、あと発色の良さが特にあって、すごい描きやすいですね。この色鉛筆は本当におすすめだなと思います。で、今目塗ってるんですけど、目も透明感を出すためにあえてあまり力を入れずにね、優しく色を、ちょっとムラができるぐらいに優しく色を塗せていったりとかするとですね、いいかなって思います。皆さんもぜひ、私が作った塗り絵ですけれども、チャレンジしてみていただけたらなと思います。また風景の塗り絵だったりとか、こういった動物に限らずね、自分がいいな、この風景塗り絵にしたらいいんじゃないかなっていう風景をね、塗り絵にしていこうかなって思ってますので、
ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。今回こんな感じでね、完成しました。こちらの塗り絵は本当に無料でダウンロードできるようにしておりますので、概要欄にリンクがあります。ぜひそこからダウンロードしてプリントして色をぜひ塗ってみていただけたらなと思います。で、今回はちょっと黒い部分の毛のところは薄く影をつけておりますので、それをガイドにね塗っていただけたらなと思います。利用してね塗っていただけたら。はい、というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回もぜひお楽しみに。